皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、たくまでございます。お疲れ様です、山でございます。編集したら怖さが旅立ったバイオハザード RE4、 続きやっていきたいと思います。ねーデイデイコンティニュー。あ、どうぞ。現れたかつての死ジャック・クラウザー、彼は冷酷にルイスの命を奪い、伊豆国間に姿を消した。怒りと困惑に包まれながらレオワンシュッ。立派だったよドン・キホーテ。アジュリー、アジュリー、読み切れなかったよアジュリー。あと、いつの間に私はこんなごついもん持ってるんでしょ。この金は高くつくぞ。そうね、よく地上を目指させるよねこのゲームは。そうね、地下まで連れてってさ。危ない、俺じゃなかったら見逃してたぜ。お、そのネタは、ジョジョハンターハンターです。あこの間聞いたばっかなのにそしてエレベーター。 お誰だ、お顔近い。レオ、時間がないから手短に話すわ。彼女は時計塔に連れて行かれた。今ならまだ間に合う。救いたいなら急いで。時計塔もね、ホラーの鉄板よね。素直に感謝すべきか。ええ、そうね。あ、どこに着いた。エイダはどっちなの。ね、今の感じで分かんなくなった。うん、いっぱいあるよし、行くぞ。あ、ごめん。あもう頑張って読もうと思ったのに。腕をまくったとこまで見えたのにね。よしって言ったのに。これもう一枚あるから。んー、違うパターン。違う違うな。憎きラモン・サラザール、たとえ絵ですら腹立たしい。写真の部屋に飾られてる奴の肖像画をどうにか汚してくれないか。何かぶつけてみるのもいいかもしれないな。はあ、ここにラモン・サラザールのなんかがあるってこと。なるほどね。あんた闘争の匂いがするね。これでいけってこと。まだろうな。あ、開けられる。どこかに繋がってる。あー、こんなとこあったな。ムシムシ祭りのとこだ。絵があるところがこっちから行きやすいってこと。まあ、ぐらいしか考えらんないよね。うん、スピネルだっけ。はちょっと欲しいもんな。そうね、実際ね。あー、こんな場所あったっけ。いや、あんまり覚えてないよな。あ、あった。あった。あのね、落とされたところ、アシュリー連れ去られたところ。ああ、はい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 。真ん中に穴あったはず。それがどこなのかは分からんけどね。キリとは分かんないんだけど、だった気がすんな。確かそうだったと思うんだよな。真ん中に穴あってさ、俺たち落とされて、うん、地下の方まで行っちゃったんじゃなかったっけ。だったっけ。あんな感じだったっけ。私の記憶が確かならば。これ料理の鉄人ね本当に若い子には伝わんないネタで申し訳ない。おじさんだから。ピーマン食べるんです。パプリカ。うっ、左にもアイエスタイル。あ、取り憑かれた。ああ目の前アイエスタなんだけど。あ、いった。ああ、いた。死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ。ちょ、待て。赤い服ある。よかった。死ぬぞ死ぬぞ。おーよい。おー、危な。やば。あ、虫だけ来た。やば、単体。あー、すごいじゃん。あー、弾使いすぎた気がする。うん。残り5発。やった臭いな。やったね。こんな肖像が1個のためにやったね。この先でしょ。まだいる？うわ。お？怖いね。怖いけど、ここすぐ、ムービー入っちゃったから、うん。なんも漁ってないんだ。ん？なんかあるぞ。なんだ？なんだ？探求の書に回収歴8年10の月。私の崇高な探求はついに最終段階に移る。人と虫との完全な融合だ。スジ殿は自ら実験に志願した。人を超え一層ラモン様に尽くすために、その深い忠誠に私も前例を持って答えよう。回収歴9年3の月、大いなる合一はなされた。スジ殿は長き苦痛を耐えたのだ。そして見よう、その完成された美を。この完全な命に私は U3 の名を授ける。3は最も美しく完全な数字だ。回収歴9年4の月、U3 改めペサンタ、
は領主の右腕としてラモス様に支えている。しかし腕は2本必要だ。次は私が忠義を示す時だろう。イシドル・ウリ・アンテ・ウ・タラベラ学長。スケさん、カクさんのことかい？ぽいね。ぽいよね。うん。そうか、大ボスの前に2人倒さなきゃいけないって感じね。なるほどね。おおおおおお、なぜなぜ卵だ。卵でした。なぜあった。そうだな。パカンパカン。なんか卵かい。つるつる。あ、金玉。あ、金玉って言うな。執事の手記2。あ、ラモン様、明日の施術をもってついに私めは人の枠を超え遥かな高みに至るのです。残りわずかな自我など全く前につぶやいましょう。素晴らしい。生態とはかくも妙妙たるものだと。妙妙妙妙です。こんな母音妙情でしか聞いたことないわ。ないよ。ただラモン様への忠誠心だけが今もこの胸の内に残った唯一の光なのです。これで永久にあなたと運命を共にできる。私はなんて忠義者でありましょうか。忠義者でいいのかね。者、あ、じゃあさっきの学章が書いたやつの前段階の手記だろうね。だろうね。あれはちょっとこれいっぱいあるな。読む前に今椅子座れた。うん。なんでなんで怖っ。ラモンの国会。我が主よ、偉大なる真の父よ、サラザールの血に鉄槌をお与えください。初代当主は聖なる教えを邪教などと呼び、正しき教団に身を凍る弾圧を加えました。そればかりかロス・イルミナドスの司法を奪い、この城の地下に封じたのです。地下とか言わないでほしいよ。ね、なんたる不尊、なんたる冒涜。幾度我が身に流れる奴めの血を恥じたことか。しかしついになんだっけ、断罪かな。断罪だっけ。わかんない。やば、バカバレる、バカバレる、バカバレる。これちょっと早送りだから大丈夫。断罪罪の日が来たのです。愛する主サドラー様、今こそ城の地下に封じられし生体プラーガをお返し申し上げます。プラーガだ。プラーガよく出てくるね。生体の恩寵によりて罪深き者どもは神の家畜ガナードに生まれ変わりましょう。つまりあなた様の家畜に。どうかどうかラモン目をお褒めください。撫でてください。可愛い坊やにそうするようにあなた様のお膝に乗せて、はあ、私はあなた様の癒しきしもべ。あなた様は私の永遠の光。いついかなる時も変わらぬ忠誠を捧げましょう。これだけ見たらただのストーカー。ちょっとエッチかあ。これは何ができるんだね。なーぜなーぜ。ニワトリ死んでるけど。知ってるよ。だからなぜって言ってんだよ。